こんにちは、久保田です。久保健二です。今日も久保田格闘技場へ泊まります。よろしくお願いします。はい、今日なんですけど、今ちょっとね、バズってるというか、ストレートキック、僕が使ったのが、TikToker の、あきらくんをプロデュースさんですね。こちらを、参考にして、三日月蹴りではない、通常の三日月蹴りではない軌道で蹴りました。これがそのストレートキックですっていう話をさせていただきました。でそれを YouTube でお話ししたところ、すごいですね、ちょっとバズって、ストレートキックってあきらくんをプロデュースの技なのみたいな感じで今結構一部ざわついてますけど、本当に三日月蹴りとそのストレートキック、僕のストレートキックとのこの違いですね。これを今日お話しさせていただこうかなと思います。あれ一見わかんないから、疑ってる人いるよね。うん、三日月蹴りを後付けで変えたんじゃないかって。多分普通の三日月蹴りとの違いを分かってない人たちがいるから、そこをここでやりましょう。はい。いいですね。はい、まず僕が K1 時代、三日月蹴りをめっちゃ対話してましたよね。で本当にあれもう何人ぐらい倒したかなってぐらいダウン通りましたね。なんですけどそれぐらい必殺技になったんですけど、やっぱり皆さんですね、ボディが効くと本当お腹を締めるんですよ、こうガッてね。だからどうしてもこう自分もね、アドレナリン出て試合中夢中になっちゃってるから、相手の肘を要は蹴っちゃうわけですよ、この三日月蹴りで。で気づかないうちにこの小指が骨折してしまったりとかで、僕2回ぐらい骨折したことあるんですけど、これ三日月蹴りっていうのはいわゆるミドルキックと前蹴りとかのこういう軌道ですね、これの中間でこういうようなね、あれ三日月蹴りってこう三日月を意識してんのかな、由来はどっからどっから来てんのかな、あ足の形、足の形なのかな、これ、まずどこで蹴るかっていうところですね。ああそうですね、このいわゆる上足底といわれるここですね、この部分ですね、ここで蹴ったりとか、人によってはね親指で蹴ったりとか、そこら辺をね指先だったりとか指とかでこう尖らせて、要は通常のミドルキックだとここ足をこのね引いて蹴るわけじゃないですか、それをこう足を引いて出して蹴ると。なので機動的にはこう行きますね、こうで相手の溝落ちまたはレバーに。ただレバーはねなかなかね当たんないですね、レバーはもうこう肘があるから、だからやっぱり溝落ちになるのかな。ただそれの伏線としてやっぱりこのミドルキックでなるべく相手をねこのそうこう分け避けとくっていうか開けさせとくっていうね、このミドルキックを打つことによって開けさせてバーンと、これがやっぱり三日月の鉄板ですよね。はい、でもやっぱりそれでもボディが効いてくるとこう小さく締めて、締めてなってくるから肘を蹴って、自爆してしまうと。で今回の大会も使ったね同調っていう技があるんですけど、これは次回の動画でやりましょうか。でその今回はストレートキックに絞ってやるんですけど、ストレートキックはいわゆるそのあきらくんをプロデュースさんは要はこういうような軌道で段ボールを蹴ってたわけですよ、こういうようなバーンってこうね真上に上げるキックだっていうふうにやってたんですね。でこれ何で僕がヒントを得たかっていうと、これアッパーとかそうなんですよ、要はフックってこの軌道じゃないですか、でもアッパーってこれ見えづらいよねって、なんで上からこうストーンってここに来るからアッパーで見えづらいよねっていう話なんですよ。だからストレートキックもこの三日月蹴りのねいいところ、要はこっちスッて入ってくるいいところもあるんですけど、このまっすぐやることによってアッパーの軌道のような形でちょっと蹴ります。これで突き刺すと、こうすると見えづらいですよね、多分ここでこういう風になってる軌道で、これは最短距離で行くしめっちゃ見えづらいと思うんですよ。こっから見ると分かるけど三日月蹴りとの軌道が全然違う、あ全然違います。じゃあ実際ちょっとこのカメラでやってみますか。三日月蹴りはこの
横からいわゆるこのミドルキックと前蹴りとの間ぐらいですね、これ、はい、でストレートキックはこの軌道で、要は三日月蹴りでもない軌道でこのまま蹴ると、バーンと三日月蹴りでもない軌道でバーンと、でそのこの突き刺すんですね、ここの、三日月蹴りで蹴る部分を突き刺すと、前蹴りは押すじゃないですか、はい、前蹴りはもうバーンってこうね押すような感じ、まあ、用途としては吹っ飛ばすとか、うん、吹っ飛ばすんです、そういうのですね、そうです、でそれはやっぱりこうなんていうのかな、こう上げるんですよね、軌道がこの軌道でいくみたいな、前蹴りってどうしても上げて打つじゃないですか、こういう感じの軌道じゃないですか、ではなくて軌道がもう本当にアッパーイメージするような軌道、この最短距離でいくみたいな、これめっちゃ見づらいですよね、多分だからサイド選手はおそらく多分分かってたけどっていうふうにコメントでおっしゃってたじゃないですか、言ってたけど多分思った以上に到達が早かったんですよと思うんですよね、前蹴りは例えばじゃあちょっと蹴ります、はい、前蹴り1、2でここでこれぐらいの到達スピードじゃないですか、上げて押す、そうですよね、で三日月蹴りは速いですね、でも横から行きますよね、だから確か前蹴りと三日月の中間ぐらいなのかな、軌道的には、でも前蹴りとの軌道が違うし、うん、なんですね、だから前蹴りはこう1、2、確かにワンテンポ遅れちゃう、でもストレートキックの場合はこのまま行くからごめんなさい、大丈夫ですか、ちょっと、うん、これはいきなり来るんで、ね、この、うん、だから前なんていうの、三日月蹴りの軌道のスピードで前蹴りのようななんていうのかな、まっすぐのラインで、しかもアッパーのような出し方で行くから、しかもあのこのある程度距離っていうのも稼げますね、こっから蹴れますね、はい、こっからこう蹴れる感じになるので、だからここのあのなんていうかかなりその射程距離は長いかもしれないですね、こっちの、それだと肘を蹴ってしまうっていうそのリスクがないですね、そうですね、こっちだとやっぱり三日月だとこういくから肘を脇締められると危ないですね、でもストレート効くと肘のこの真ん中ら辺に肘で締めてあるんですか、肘のここら辺にこの軌道三日月だと多分こっち行っちゃうんですね、でどうしても小指が当たっちゃうんですよね、なんですけどこのまっすぐのこの軌道でポンと行くので肘締められても小指が当たりづらいと、はい、やっぱボディーブロー受けたことある人分かると思うけど、やっぱり見えないのって聞くじゃないですか、はいはいはい、で来る瞬間に、うん、ってやっぱ力入れますよね、うん、みんな、うん、シュッシュッシュッってやっぱ力入れると思うんだけど、あの前蹴りだとやっぱワンモーション1、2、うん、1、2で来るからやっぱクッて一瞬で力入るじゃないですか、うん、でもそのストレートキックだと1で来るから、はい、フッてこの間に合わないしね、うん、この受ける体勢を整えるのが、まあ、ガードはもちろんだけど、うん、できないけど、もう受けようって思ってもグッて力入れられないから、うん、多分完全脱力の状態でスポンってくるってきますね、ただまあストレートキックのまあ練習方法としてはこう本当にダンボール蹴るダンボール蹴る本当ね、うん、あれね、あの本当にあれの練習がまあめちゃめちゃ役に立つんですね、もうね、本当にこんなことをね言ってどこまで冗談で言ってるのかっていうふうにね、あの思われがちかもしれないんですけど、本当にこの上に上げるように脱力してバーンと蹴る、この練習めちゃくちゃ必要です、こうこれ必要です、でこれの軌道でストーンといけばいいんで、このストーンといけばいいんで、ストーンと、はい、僕も以前からのアキラ君のアカウントは知って見てたけど、まああれを実践で使おうとは思わないですよね。あ、そう。こっちは大真面目だけどね。本当、うん、すごい。だからそこでやっぱりヒントを得て、あ、これはちょっとアッパーみたいに見えづらいなっていうの、ので、そういうね軌道だし、あれでしっかりとこれ練習してて三日月蹴りとはまた違った軌道で蹴ることによって最短距離で相手のボディに磨けて到達できるし、なおかつこの肘のブロックを蹴りづらいと、まあ、これ本当ね最短距離でねやっぱね相手の攻撃に到達できる
技があるっていうのは結構まあ、有利というかめちゃめちゃ武器の一つになりますね。もちろん前蹴りって相手のなんていうのかな、距離嫌が距離嫌だから相手に距離を外そうとか、なんかそういうディフェンス的観点じゃないですか、どうしても前蹴りって、うん、本来効かせる技ではないですよ、ね、そうですよね、牽制とか相手の距離を、ね、保つためにこう突き放すような、そういう前蹴りの側面があるんですけど、このストレートキックがあると、まあだからね、ストレートキック本当にこれあのオーソ同士でも使えるんですよ、この技。オーソ同士でもここでまず蹴りますね。オーソ同士でもストレートキックをつけますね。はい、でオーソ同士ってだったりとか、要は相四つってこれ三日月は使えないじゃないですか。まあ大体 前足の三日月になるじゃないですか。なんですけど後ろ足から蹴るんで、これこの軌道でいけるんで、こういう感じで、はい、オーソ同士でも使える、はい、それにはやっぱりね、このしっかりとこの軌道で、まあ、練習しておいて上に振り上げるようにね、このモーション、うん、ただね、これ今思ったんですけど、距離が近いとワンチャン近的に当たっちゃったりする可能性もあるので、これ距離設定は確かに大事ですね。距離が遠い時、距離が遠い時に使える技かもしれないです、はい、こう、うん、抜群の距離感を持ってる選手におすすめですね、うん、まあそうですね。だったり、まあ本当にいつもというか、僕が前回でも前々回でも言ったように、これ前手ですね。前手でしっかりとこれ距離空間ちゃんと作れてて、ここであいけるなっていう時に打つと、はい、やっぱりここの前手で距離を、うん、なんていうのかな、作っていく、これで作って打つと、はいはい、そうです。これは、まあ、前手で距離、もし本当に空間を把握能力が難しいという方だったら、しっかりとね前手で距離作って打つっていうのはいいかもしれないですね。ということで今日はですね、まあ三日月蹴りとストレートキックの違いですね。で、まあストレートキックの、前回斉藤豊選手を、まあ、ノックアウトしたストレートキックの、解説ですね、打ち方解説と、あとは、まあ、練習の仕方ですねを、とやらせていただきました、はい、また次回の配信を楽しみにしてください。ありがとうございました。you